銀酒のスモルトスモルトとは、酒マス類で、パーマークなど、特有の体色が薄くなるとともに、銀色になった個体のことで、銀毛、白目とも呼ばれる。また、海水への適応が完了した稚魚のこと。ヒポキサンチンやグアニンなどの色素量の増加が、外観上の変化を起こす。山あめでは、肥満度の低下。 背びれや尾びれの先端の骨化などの形態的変化を合わせて発現する。その現象を銀化変態、スモルト化、スモルト変態と呼び、海水体制が発現していることを示す変化である。海水体制を獲得した魚では、エラの ATP アーゼ活性が高まり、血中ナトリウム濃度の調整ができるようになる。つまり、海水中で、 浸透圧調節が可能となることから、直接海水へ投入された場合でも効率で生存する。公開の目的は、河川と比較し、圧倒的に豊富な海洋の餌を得ることにあると、されている。海洋生活では豊富な餌と、スモルト蚊に合わせて分泌される成長ホルモンの効果も、あり、河川残留型の2から4倍の体調へと成長する。 ヤマメの体色変化、上が銀化、パーコー情腺ホルモンや成長ホルモン、コルチゾルなど数種類のホルモンが関与している。自然界で発現を左右させる要素は、環境の青色や生息密度と餌の量が強く関係しているとされ、魚種ごとに一定の体長に達した個体がスモルト化していると考えられている。スモルト化する時期は、同一魚種でも、 地域差がある。また、ヤマメ、アマゴでは性別により優位な差があり、北海道では、メスのほぼすべてが、スモルト化する。また、養殖で、スモルトを増やすために、青色の水槽で飼育すると発言率が高まる。北海道に生息する、ヤマメの例では、2月頃に銀河兆候が現れ、銀カパーと呼ばれる状態になる。4月頃には、 背びれ先端部の国家が認められるようになるとともに、具は認識素量が増し、パーマークは薄れ、前期、スモルトとなる。5月にはさらに銀色が強く背びれの国家が進み、中期、スモルトとなる。6月には、退職は銀白色となり、パーマークは消失する。また背びれは完全に黒くなり、後期、スモルトとなりスモルト化は完了する。 銀化が完了すると体の厚みが薄くなり肥満度が減少する。血中のチロキシン濃度は銀化の始まりとともに上昇し、銀化の最盛期に最大値となるが8月以降は減少していく。甲側は群れで行われるが、スモルト化の進行とともに攻撃性は弱くなる。実際の甲側のきっかけは豪雨による増水の刺激や、 天体の月の満ち引きが影響し、新月によって誘発され、群れで川を折り海に向かう。浮上後すぐに公開を始める白酒でも、淡水から直接海水に入った場合は、生存率が低下する。従って、寄水期で一定時間順の死海水生活に移るものと考えられる。実際に、稚魚の観察結果からは、約12時間で、 海水対応能力を身につけていることが判明している。精査と遺伝的な影響を排除するため、遺伝異変を持たないアマゴのメスを使用した実験を行ったクワタは、カキのように報告している。成長率とは関係なく、初週のスモルト決定期に、四季一体重を超えた個体が、スモルト化する。決定期以後に、四季体重を超えてもスモルト化しない。決定期に、 敷地体重を超えていた場合は、決定期以後の成長を抑制しても大部分がスモルト化する。決定期に敷地体重を超えなかった場合は、早く成長させてもスモルト化しない。結果、主要因は体サイズであるとしている。養殖の目的により、銀貨に対する捉え方は異なる。ありがとうございます。